皆さんこんばんは。どうも桜井ののかです。皆さん、私の違いに何か気づいておりますか？アップにしないとわかんないかな。あのここに、テトリス貼ってるんですね。ここのテープをここにテープをこう2本貼って、ここにテープ1本貼って、で一応はテトリスの形になってるんですけど、これはさっきまでインスタライブと YouTube ライブやってたんですけど、面白いコメントがあったりとかすると笑っちゃうので、で笑ってしまうと、せっかくこうちっちゃくした鼻の穴が中の糸を縫ってて、中でこう広がんないように閉じる糸をつけているので、まあ、それが、取れないように、あのこの間ゴッドタウンを見てたら大爆笑してブチって言ってちょっと怖かったんで、また、テーピングつけ始めてますって感じ。ただ、質問募集して10分ぐらいなんですけど、今日はインスタのストーリーで、YouTube 用に、質問の方を募集いたしました。でまだ10分ぐらいしか経ってないんですけど、まあ、いくつかコメント来てるので、あのそちらの方のコメントについて、どんどん質問返ししていきたいと思います。この動画は、前回私のね雲100頭だっけ、50問50頭かちょっと分かんないんですけど、それがすごく評判良かったので、本当は100問100頭とか50問50頭やりたかったんですけど、どうしてもね私話長いんですよ。熱くなったら止まんないタイプだから、だからあの長くなっちゃったんで、はい、あのなるべく多く答えられるように、努力しますが、まあ一応今日も、気持ちは、100問100頭答えられるようにね、サムネで、それが100問100頭って書いてあって、中身が100問100頭でも起こしてくださいって形で、ちょっとやっていきたいと思います。インスタのストーリー見ていこうかな。今質問を募集してから、7分経ってます。何件来てるかな。それでも、30件以上は来てますね、見た感じ。では質問答えていきたいと思います。野中さんはいくら貯金があるんですかという質問なんですけれども、この質問は、このいくら貯金してるんですかっていう質問、多分たくさんの人がちょっとお金持ってるキャラとかキャバ嬢で、ちょっとハリー・ウィッソンとかやれエルメスのバーキンだとか持ってるキャバ嬢さんとかにみんな質問したがる質問だと思うんですけど、すごくこれ答えになってないかもしれないんですけど、貯金いくらあるっていう質問はすごく失礼だと思います。例えば会って初めての人に、月収いくらなんですか、貯金いくらあるんですかっていう質問はかなり失礼だと思うんですね。お酒が入っている席でも、合コンの、場所でも、それが婚活パーティーとかだったらまた違います。ここに多分年収1000万とか年収2000万とか年収1億だとか言って、こういうなんか1億以上じゃないと参加できないようなパーティー行ってる人だったらいいと思うんですけど、すごく失礼だなって思います。なのでこの動画を見た方ね、ぜひ質問どうぞって言われた時にいくら貯金あるんですかって質問はしない方がいいと思います。顔も名前も知らない人に、ただでさえね合コンでもお酒が入って、年収いくらなんですかとか言われて、すごくこいつって無礼だなって思われる質問だと思うので、こうやってインスタでね顔もね名前もね知らない、すごい本当にもはや初めまして1秒で言われるっていうとね、かなり失礼だと思うのでやめた方がいいと思います。 VIO の脱毛ってした方がいいんですか。した方がいいか悪いかで言ったら、その時のパートナーによると思います。パイパンが好きだって言うんだったらパイパンにした方がいいし、毛がある方がいいっていうんだったら無毛自体はダメだと思うね。ちょっと整えたりとか回り沿ってみたりとか、するのはありだと思います。それが形を揃える VIO だったりとかでいいと思うんですけど、まあその時のパートナーかな。形整えたりとかするとね、パートナーと別れて、じゃあ次のパートナーに行くって時にパイパンがいいって言ったらまた沿ってやればいいし、でまたそのパイパンがいいって人と別れたって言ったら、次はまたちょっと毛生やしてみてとかができるんで、まあ整える程度が一番安パイなのかなって思います。でパイパンが好きか好きじゃないかっていうと、すごく半々だと思う。パイパンの方がいいっていう人は、水商売とか繁華街で飲んでる人とか働いてる人とかだとパイパンの方が好きっていう人多いけど、全国規模で言うと3割ぐらいかなと私は読んでます。アンチとかディスるとかはないです。細いのになぜ顎だけ二重顎になっているのですかという質問ですね。私の子がこんな感じです。で、まあ、普通にすると二重顎になっているの分かりますかね。うんとなってる。でこれはですね、私もともと二重顎じゃないです。で、脂肪吸引もしました。でその後に、結構、私的にはあの顎下の脂肪吸引に関してはあんまり効果がなかったなって思ったんですけど、もともとなかったし、病院の先生にもあんまり取れないと思って、もともとそのジャブを入れられてた
で、別にそんなに期待してなかったけど、本当に期待してなかった通りの、結果が戻ってきたって感じ。まあいいや、別に普通でもそんなにあの二次顎じゃないしって思って生きてきたんですけど、あのセットバックっていう手術をしたんですね。あの骨切りの手術 あの一種になります。その手術をした時にあのここの顎を、切って裂けてしまったんです私。その時に出たので、これは脂肪ではなく皮膚のたるみです。なのでちょっとあのがっつりリフトアップしようかなって思ってます。だから次にやるんだったらリフトアップで、ちなみにリフトアップは整形じゃないからね。アンチエイジング。彼氏のことが信じられないときは別れた方がいいですか？どれぐらい付き合ってるかの期間によると思います。例えばそれが1年付き合ってまだ信じられないっていうんだったら別れた方がいいと思う。その人とは先がないと思います。1年一緒にいて信用ができないってなったら、この先2年3年4年5年一緒にいたって信用はできません。なので、別れた方がいいと思いますね。キャバ嬢で一番好きな人、ありがとうございます。コロナについて一言。そうですね、まあ、コロナについて一言っていうか聞きたいことありますね。いつ出てってもらえますか？いくら払えば出てってもらえますか？高校時代はどんな感じでしたか？高校時代は普通でした。結構私立、東京の私立の高校に通ってたんですけど、偏差値でいうと65ぐらいある高校に通っていて、65以上あったんじゃないかな。今だと67ぐらいだったけど、私が行った時は65ぐらいでしたね、偏差値が。っていう進学校に私行ってたんですけど、はい、全然普通、何もせず、化粧もしたことない、あ、そんな感じの高校生活でしたね。でもあの高校生の受験期に、彼氏ができて、友達たち総計上智に行きたくて、予備校は総計上智のコースを取ってたんですけど、途中で彼氏ができてしまって、高校3年生の受験期の時にもういいやと思って、めんどくさって思って、あの受験勉強もすごいストレスだったんで、推薦で、10分ぐらいの面接で受かるような大学に行ってしまいました。だからそのクラスで一番ランクの低い大学に進学したわけですね、私は。はい、キャバ嬢になったきっかけは何ですか？ホストのお兄ちゃんに貢ぎたかった。以上。今まで整形にいくら使いましたか？3000万近く。野中さんの好きな寿司のネタは何ですかと。男だったらここでアワビーとか言って、うわ出たよみたいな。私はそんなこと言わないです。一番アワビが嫌い。はい、ホタテ、つぶ貝、赤貝が、好きです。アナルセックスは賛成か反対か、別にそれが気持ちいいって思うんだったら OK だと思います。キャバ嬢になって得たもの、失ったものは何ですか？得たものは、お金、人脈。失ったものに関しては人を信用するということです。恋してますか？好きな人が今17人います。どうやったらののかさんみたいに、自分をさらけ出せる強さを持てますかって言われたんですけど、私は、すごく簡単です。自分をさらけ出した方がお金になるなって思いました。私の性格、喋り方、仕草、何をとっても私は自分をさらけ出すキャラで行った方がお金になるって思ったから自分をさらけ出しました。彼氏と別れてずっと引きずっています。忘れ方を教えてくださいということなんですけれども、男でね、できた穴ってね、男でしか埋められないのよ。あとは、まあそうじゃなくても時間が解決してくれるかなんですけど、時間が解決するっていうのはかなりの時間がかかります。大体、付き合った年数、付き合った何ヶ月の半分がかかるって言われてる。要は、3年付き合った彼氏だったら忘れるのに1年半かかるって言われてるんですけど、かなり、時間がかかる。だから、私は、前者の男でできた穴、男でできた穴、男で埋めるっていう方式をとって、とにかく、出会いを探しに行く。それが一番だと思います。キャバ嬢じゃなかったら何の仕事をしていましたかってことなんですけど、私もともと翻訳師になりたかったです。なんでかっていうと、昔海外の映画を見るのにハマっていて、その時にちょっとあの外語大に行ってて英語を勉強していたので、あ、私だったらこう略すのになとか、もっと面白い、訳し方、がもっと面白い言い回し、略し方があるんじゃないかなと思って、私翻訳師になりたかったんです。はい、でも翻訳師の、コースをね、大学でね、受講したんですけどね、とにかく、難しくて、断念しました。好きな人に連絡しますか、積極的にってことなんですけれども、私は、そうですね、昔はよく積極的に連絡してました。でも今はちょっと変わって、その人に合わせるようになりました。まあ大人になったってことだね。野中さんの本電子化されないんですか？今公文社さん、私が出した出版社の会社ですね、電子書籍作ってくれてるみたいなので、しばし時間をいただけたらできてくると思います。これだけは気をつけていることは何ですか？家では極力炭水化物を取らない。オナニーは1日2回まで。あとはインスタのストーリーズをまめに更新する。1日1回フィード投稿をする。野中さんは何か資格を持っていますか？車の普通免許とトイックスコアぐらいかな。
織物が臭いのは何でだと思いますか？それは性病だと思います。一番軽くて感じたかな。お腹空いたけど洗い物がめんどくさくて食べるの悩んでる。うん、食べなくていいと思う。ダイエット頑張ろう。アンチへ一言、負け犬の遠吠えですか？答えてる質問は、選んでると思いますが、答えやすい質問を選んでるんですか？答えやすい質問というよりは、この質問だったら面白い返しができるな、みんなが知りたいだろうなって思ってることだろうなとか、まあそんな感じで選んでますかね。野中さんの性癖は知りたいです。乳首が一番感じる。増田岡田の一発芸といえば思い出せない。リスカがやめれないです。どうしたらいいですか？まあ自分のしたいようにすればいいんじゃない。自分の人生だから、まあほどほどにね。自粛中何してますかってことなんですけど、基本的にこれからお店をどうするかっていう方針を考えてますね。これからまあこのコロナっていういつまで続くかわからない状況なので、気が見えない状況だから、例えばこれが3ヶ月続く、半年続く、1年続く時に、何ヶ月続いたらこの事業を手放そうとか、この箱を手放そうとか、やっぱ考えることはすごい多いですし、あとは一応こういう状況だと家賃を安くする交渉とかできるらしくて、だからそういう交渉をビルオーナーさんに掛け合ってみたりとか、基本的にずっと私違う事業をしたいなってずっと思っていたので、その新しい新規事業の立ち上げとかを今やっております。まあやることはいっぱいあるよ、自粛中でも。クレンジング何使ってますかってことなんですけど、私が使ってるのはリフェスタってやつ、化粧水が含まれてるやつですね。これだけしかやってません。全然スチームかけてリキッドクレンジングとかクレンジングリキッドとか使わずに、マジこれ1枚しかやってないですね。かなりこれ優秀だと思います。彼氏がうざすぎる、わかるよ。早起きして偉いです、ただいまの時刻、5時43分なんですけれども、早起きじゃなくてずっと起きてます。コロナが収束したら一番したいことは何ですか？この動画を撮ってるのは、4月の14日です。その前の日、4月の13日は、私の父の、命日です。毎年だいたい命日の前後、まあ行けたら命日に行けたら命日には行ってるんですけど、その前後、3日ですねに、必ず実家に帰って墓参りを毎年していたんですけど、私の実家は東京じゃなくてもう県が違うので、今まあ外出自粛令が出てるのでお墓参り行けてないんですね、もちろん。なのでコロナが収束したら、まあ、一番にしたいことといえば、お父さんのお墓参りかな。パジャマどこのですか？これはジェラピゲ、上下で3番ぐらい。めちゃくちゃ肌触りいいよ。ソフレってどう思いますか？どう思うとかはないけど、ソフレになるぐらいだったらもう手触れでよくねってなる。整形しようと思ったきっかけは何ですかってことなんですけれども、私は、ずっと学生時代モテていなくて、小学校の時からずっと整形したいなと思ってたんですけど、それがさらに強くなったのが中学校だったりとか高校とかの時に、まあ、やれ体育祭とか文化祭とか修学旅行の前後で、すごいたくさんみんなこうカップルになっていく周りの人たちをこうたくさん見てきたんですね。で見てきて、実際これなんで、私それでもちろん誰とも付き合えなかったんですよ。だから高校の3年生の後半までずっと、彼氏がいなくて、でちなみに私が一番最初にできた彼氏っていうのがモバゲーで知り合った人なんですけど、とにかく学生生活の中で学校の子の中で付き合ったことがなくて、その時になんで私って彼氏できないんだろうみたいなって考えた時に、あ、私ブスだからできないんだって鏡を見た瞬間思いました。でもモバゲーでね知り合った男性の方はすごく優しくて、それが初彼氏で結構長く付き合わせてもらったんですけど、うん、元気ですか？私は彼にすごいね成長させてもらったと思うんで、こんなわがままなね私と長く付き合ってくれたから、今ここでいます。風紀してる人どう思いますかってことなんですけれども、風紀は、浮気不倫と一緒でバレなかったら風紀ではないんです。私にバレてしまった時、私の耳に入ってきてしまった時っていうのは、これは確実に私以外にも、蔓延していることなんです。私の耳に入ってくるっていうのは最終手段、キャストが、半分以上知ってる、従業員が半分以上知ってる状態の時に、やっと誰かがチンコロしてくれて私の耳に入ってくるんですけれども、私の耳に入ったら終わり、かなり厳しい処罰をいつもしております。まあ受けるだけ仕方ないよね、ちょっとルールで決まってるから。うん、女の行くって何ですかってことなんですけど、行った時にうんってこう中
で地響きが起きる。今のセフレとは濃厚接触なしでも連絡は取ってますかってことなんですけど、もちろん当たり前でございます。そんなの、あのお客さんをつなぐのと一緒、セフレも、同時進行でつないでます。お店が開いてなくてもお客様をつなぐのと一緒で、会えなくてもつないでおく。あのね、セフレはねコマ数が大事なの。本名で呼ばれる友達はいますかってことなんですけど、あのもちろんあの家に帰ったら本名で呼ばれる、あともちろん実家に帰ったら本名で呼ばれますし、あの普通にあの本名で呼んでくる方いらっしゃいますよ。大学の友達とはねまだつながってんの、地味に、うん、中学高校はそんなつながってないですけどね。高校なんて誰もつながってないからもう。なんでそんなコミュ力高いんですかって質問なんですけど、私コミュ力高くないです。仕事の時はコミュ力を高くする、コミュ力を高くするというか、コミュ力を高いと見せるのが私の仕事なので、仕事中はコミュ力高い風に接客をしてる、振る舞っている、それだけですね。納豆はわざと腐らせてるっていう質問なんですけれども、あの納豆って腐らすとまたあの、まあこれは人によりけりなんですけど、なんか味が濃くなるというか、あの風味が増すという、気分によっては普通の納豆が食べたいなって時と、腐った納豆が食べたいなって時があるんですよ。なぜかっていうと味がちょっと変わるから、なので風味が変わるので、これは腐らす納豆、これはそのまま食べる納豆って分けて冷蔵庫に保存してます。なのでわざと腐らせてます。不倫と浮気の違いって何ですかっていうのはすごく簡単です。浮気は、恋人関係だった場合は浮気、結婚をしていたら、不倫だから、浮気は罪に問われません。お金の請求もできません。法律にダメではないです。ただ不倫になると、慰謝料は請求されるし法に触れます。以上。一番好きなシャンパン何ですかっていう質問なんですけど、一番好きなシャンパンはサロンです。サロンは、うちのお店だと店出しが40万なので、これのかけるあと、56万円ですね。シャンパン代だけで、56万円のシャンパンが一番好きです。すごい美味しい。落ち込んだ時どうしますかっていう質問なんですけれども、落ち込んだ時は、まずオナニーとして英会話、眠たくなるまで、やります。で寝る、眠くなったら寝る。職場のキモいおっさんが鼻をほじってます、助けてくださいっていう質問なんですけれども、ごめんなさい、私も、この年になってまだ鼻くそはほじってます。で、鼻くそを食べるのをやめたのは、小学5年生です。でもまだほじってます。すいません。体目的の男が嫌で、ホストにハマる18歳って終わってますかってことなんですけれども、終わってるか終わってないかって言ったら、まだ18歳って若いのでまだ終わってないと思いますけど、これを、20歳過ぎてまでこういう風にしてたら確実に終わります。ホストに困った時いつでも頼ってって言われました、これってみんなに言ってますかってことなんですけど、みんなに言ってると思います。そういう営業方針なんでしょうね。困った時何でも言ってね、何でも相談してねみたいな。 SNS で叩かれます、開示請求するべきですか。お金に余裕があるんだったら開示請求して、あの普通にあの裁判もできます。私の友達でやった人がいるんで、内容によるんですけど、叩かれてる内容が営業妨害に当たるとか、だと裁判勝てるので、もしお金に余裕があるのであれば、やってみるのはいいと思うんですけど、そこからいくら取れるかっていう保証ないですね。その弁護士代とか着手金とかもいろいろあると思うので、それでペイできるかって言ったらマイナスになると思うんですけど、まあお金に余裕あってなんか腹立つから相手を傷つけたい、相手にも自分と同じ苦しみを味わってほしいって思うんだったらやってもいいと思いますね。今の顔は満足ですか。点数で例えるなら何点ですか。72点。女がすぐ女の子を囲って差別しますって言うんですけど、あの差別って言い方はちょっと良くないというか違うと思ってて、ひいきとかの話だと思うんですね。で、あのこれはもうあの仕方ないと思います。あの営業職だったら、あの仕事ができる人間、売り上げがある人間、が、まあひいきされちゃいますよね。だってそれはやっぱ経営者としてオーナーとしてやっぱ数字上げてる子に対して良くするのはね、企業として当たり前のことだと思うので、売上が私の方があるのにあの子の方が可愛がられてるって言ったら話は別なんですけれども、売上ある子はひいきされてるとかだったらまあ仕方ないのかなって思いますね。
前髪長いのと短いのどっちがモテると思いますかっていう質問なんですけれども、それは人によると思う。誰にモテたいかみたいな、だからどういう系が好きかだね。例えばあのラッパー系の人とか、ちょっと B っぽい B 系っていうのの格好をしてる人だったら前髪は長い子の方がモテると思うけど、あの原宿系、あの原宿カジュアル系とか原宿ストリート系だったら、あの前髪は短い方が、ウケると思います。だからまあどういうタイプの男の人にモテたいかだと思いますね、それは。はい、自分の好きなタイプがラッパー系とか、例えばカジュアル系とか渋谷系とか、とかそういうのによる。あと3つで50になります。あと3つで50、じゃあ50まで答えていきたいと思いますね。彼氏を浮気できない状況にするにはどうしたらいいですか。あの人間ってね、あのこれはすごく悲しいことに、あのダメだよダメだよって言われるとしたくなるものなんですね。なのであのやってもいいよやってもいいよもうそれはまたあの違うんですけど、あのやその浮気されるリスクは、高まりますが、何々くんは浮気とかしないよね、私に一途だもんねみたいなのを私は信じてるよっていう遠回しにあの言っていくのが一番いいのかなって、私はこう、私恋愛経験少ないんですけど周りに聞いたらそんな感じだったかな。日本以外で整形しないのは何でですかっていう質問なんですけれども、私は、日本人です。だからあのメイドインジャパンが好きなので、日本でしてます。あとはあの韓国って安くていいって言うんですけど、私はあのちょっと考えが古いので、安かろう悪かろう高かろう良かろうっていう精神を持ってるんですね。だから、絞るとこは絞る。食費にもあんまお金かけないし、あの家賃にもお金かけないですけど、その整形に関しては一生この顔容姿とね付き合っていくあの大事なことなので、私は、整形には惜しみなくお金を使いたいんですよ。私が一番羽振りが良くなるのが、整形ですね。整形のお金をケチったことがないです。なので私は日本の高い病院でいつもやってます。好きな食べ物は何ですか。男、若ければ嬉しい、大きければなお嬉しい、太いよりは長い方が好き、そして左じゃなくて右に沿っていた。はい、これで50問、質問終わりました。ありがとうございます。はい、ちょっとねちょこちょこあの下ネタが入っているのでちょっとどこまで使ってもらえるかわかんないんですけど、今私はちゃんと50答えましたから、まあ、こんな感じでね、まあ大好評だったので今回もね、動画バズってくれることを願っております。はい、皆さん、見てくれてありがとうございました。今回の桜井ののか TV いかがだったでしょうか。この動画がいいなって思った方ぜひとも、チャンネル登録そして高評価コメントの方お待ちしております。 Twitter、Instagram の方もやっておりますのでこちらの方にもぜひ遊びに来てください。桜井ののかでした。じゃあねー。